昇番衆は室町幕府における役職的な身分の一つ。将軍が殿中における宴席や竹訪問の際に随従、昇番する人々のこと。官僚家の一族や有力守護大名に限定されていたため、一種の社会的身分としての価値が生じて幕府内の職性にも反映されて、官僚に次ぐ席次を与えられるようになった。 将軍の外出などに守護大名が随獣する監修は、足利義満の頃には成立していたが、役職、身分としての昇番衆の成立は、足利義則の影響年間であると推定されている。すなわち、昇番衆といえば、以下の七家の当主を指していた。このうち、宗子大蔵氏等における格式、礼式の規定を見ると、赤松、京極、 大内の三夜は昇番集中で若いに位置づけられていたようである。また、応仁の乱後には、時氏も昇番集に加えられていたとする説もある。室町時代には、国持州から昇番集への昇格は非常に厳しく、足利義澄が若狭武田氏を昇番集に引き上げようとした際に、官僚、細川正元が激しく抵抗した結果、昇番集への昇格を取りやめる代わりに、 武田元信を十四人にすることで妥協している。戦国時代になると、朝倉高景や北条氏康、北条氏政、天子春久、斎藤義達、毛利元成、毛利隆元、毛利輝元,元、今川氏治真、大友義重、伊藤義介、河野通直など在京して将軍に随従することも、内地方の戦国大名が認じられる例も増えて、 役職としての意味合いは希薄化して、大名の格式を示す身分としてのみ存在するようになるが、一方で、武田信玄から追放されて、京都へ京移した武田信徒が任じられる事例もあった。また、本来は、細川氏の家臣であった三好長慶が、足利義照より昭晩州に任じられて、その身分的権威を持って、官僚の役職を代行して、幕政の実権を握り、 さらに、長兄のこの三吉義雄も認じられた。さらにこれとは別に将軍家に近い公家が昭番衆に認じられる例があった。栄章の作乱の際に、足利義澄に従って、京都を脱出した日野高光は出家と遁した、霊勢ため広、妻の実家今川氏に逃れた、大木町三条実る餅は、義澄の昭番衆であったという。職勢としては、 室町時代のみであるが、戦国時代から江戸時代初期に見られる音義衆は、しばしば昭番衆とも呼ばれ、将軍に仕えた似たような役職である。ABC 木下里氏、若狭武田氏の研究士とその系譜、同行木下編、シリーズ、中世最国武士の研究第四巻若狭武田氏、ISBN 978から4から864031929、86 ありがとうございます。